の引き算しといて10回持つってこの形から積分の流れっていうのはもう本当に共通テストセンター試験では鉄板の変形なのでぜひ押さえておいてください。はい、まず最初この問題です。この問題はですね、今僕がツイッターのだいぶ前に出して一番反応が多くて、まあ、結構トップページに固定してある問題なんですけども、こういう問題ですね。二次関数がありますと。で、まあ、X 軸があって、まあ、なんか頂点を接してるわけですね。で、今、ここの距離、ここが1に対して、ここが2の時、この時に、この S1、黒い面積と赤い面積の比を求めなさいという問題です。うん。で、まあ、先に言うと、結論言うと、これ1対8なんですけども。ああ、3乗になるんですね。はい、そうです。1の3乗対2の3乗と。で、意外とツイッターでですね、これ1対4と送ってきた人が結構いてですね、まあ2次関数なんだかなんか2乗するんじゃないかみたいな感じで送られてきましたけど、これ実際高さ制定3乗になります。うん。で、まあこれはそんなに大した話じゃないんですが、まあただ丸暗記するんじゃなくてですね、これも理由をきちっと押さえておきたいということで考えておくとですね、まずそれぞれですね、これをちょっと囲む長方形をちょっと考えましょうか。こんな風ですね。はい。そうすると今、ちょっとここの幅を D、ここに D ぐらいにしましょうか。一体ですかね。そうすると、高田先生、ここって、Y 座標っていうのはどうですかね、ここ。Y 座標は、長さですね、長さ。2D? はい、ここの、まあ一体なので、ここの幅を D として、ここちょっと今 2D としました。はい。そうするときに、まあここを今、放物線がこんな風に分かってる時に、ここの、あ、そうだ、これ P っていうのは頂点ですよね。あ、頂点です。はい、頂点です。はいはいはい。そしたら、頂点から 2D だけずれてるから、A かける 2D かっこの2乗？そうですね。ここずれてても、ここにまあ、こう、Y 軸があったと思えば、要はこれ Y これ AX 2乗みたいに考えればいいですかね。うん。そうすると横に D 行けば、ここの AX 2乗に出れば、縦が、A の 2D の2乗ですから、ここ今高田先生が言ったように、A 倍の 2D の2乗。というん、ってことは 4AD の2乗です。はい。で、そうするとここが今と同じ論でいけば、これはまあ AD の2乗ですよね。はい。はい。ということで、まず高さが4倍になるわけですね。なるほど。4倍になるんです。ってことは、この長方形は、高田先生、面積はどうなりますかね、長方形は。長方形は8倍ですね。そうですね。ここの長方形は8倍の AD の3乗ですよね。うん。で、こっちの長方形が AD の3乗と。うん。はい。で、実は、ここの面積と、ここの面積の比っていうのは、高瀬先生、何対何だったでしょうか？何対何でしたっけね、単純に今日はもう本当にこう AX に乗しといて、まあ今と同じように考えましたね。ここの部分は積分すればいいので。うん。だから0から D の、まあ、AX の2乗の DX と。ということで、3分の AD の3乗と。うんうん。で、これが AD の3乗でしたね。うん、うん。ってことは2対1になると。うん。要は、この放物線の時っていうのは、こう来た時に長方形を作ると、3分の1なんですね、ここは。うん、まあ、2対1になると。2対1になる。なので、ここの面積、結局 S2 というのは、ここは長方形が8ですから、3分の1の 8AD の3乗と。うん、で、S1 が、こっちも同じですからね。ここは長方形の3分の1。2対1と。だから、長方形の3分の1と覚えておくといいですね。うん、まあ、同じ比率だったら、比は一緒になりますよね。そうですね。長方形の比が斜線の比と一緒になると。はい、そうです。うん、なので、ここが3分の1の AD の3乗と、うん。ということで、これとこれを比べれば、結局これ S1 対 S2 は3分の AD の3乗対3分の 8AD の3乗で1対8と。うん、はい。ということで、ここがまず3分の1っていうのはぜひ押さえておいてほしいですよね。うん。それから、ここの頂点からの距離の3乗のに比例していくと、ということもぜひ覚えておいてほしいです。なので、結局これ、ここのおまけがついてますけども、結局この原点を頂点とするような
もう平行移動した形ですから、これで考えてくれるといいですよね。うん。これで考えてくれるといいです。はい。で、これがですね、ちょっとベースになるので、ちょっと頭の中に入れておいてほしいんですけども。はい。はい。これの応用ですね。あ、で、ちょっと今、もう一回確認しますと、これ、きちっと確認しましょう。そうすると、ここの面積、S っていうのは、まあ、インテグラルの、まあ、要は、ここ X 軸とすれば、まあ、Y イコール K とすれば、X と一緒ですからね。アルファからベータの、まあ、これ、ちょっと FX としますと。これ、式は高先生どうなりますか？ここの面積求めるときに。FX-K。そうですね。FX-K になりますよね。で、FX がわかんないじゃないかと思うかもしれませんけども、まあ、具体的にこうなったときに、今、アルファで10回も持ってますからね。うん。ですから、ここは、A 倍の X-α の2乗の dx になります。うん、なるほど。で、ここの、まあ、丸ごと積分すると、高先生、どうなりますかね。3分の AX マイナス α の3乗。そうですね。ちょっと3分のは前に出しましたけど、α と β と。そうすると、α 入れると消えますから、3分の A の β-α の3乗と。うんうん、まあ、こんな風にですね。この、X か α の2乗の積分というのは、本来はこれ理系の範囲なんですね。うん。文系だと本当は展開しなくちゃいけないんですけど、ただもう、これはもう常識としてぜひ押さえておいてください。要は、インテグラルの X-α の n 乗の dx っていうのは、n たす1分の1の X-α の n たす1乗と。これですね。はい。まあ、これはあの文系でも必須知識で、実際、おととしかなの共通テストでもこれが使うっていう問題が出てますからね。うん、なので、ぜひ押さえておいてください。はい。ということで、まあ、で、実際ここは、このところはこれの3倍になりますかね。だからもう一回確認すると、ここは2対1と。うん。アルファマイナス1と A 倍のアルファマイナス3。うん。1の2乗。アルファマイナスベータ、じゃベータマイナスアルファ。はいはいはい。そうですね。はい。で、まあ、だから結局、そうか、だから3乗になったっていうのは、幅が A 倍になったら高さが A2 乗倍になるから、面積は A3 乗倍になるみたいな。その通りですね。イメージなんですかね。はい。はい、その通りです。で、これって実は斜めの場合でも、こういけるんですよね。じゃあこれ今ちょっとこの面積を S としてみましょうか。うん。ここの X 座標、接点のところを、うん、ちょっとアルファとベータ。まあ、ここちょっと幅を D としておきますね。うん。そうすると、一応式で書いてみると、S イコール、まあ、これ LX にしておきましょうか。インテグラルアルファからベータの式で書くと、放物線から直線。うん。こうですよね。ところが、アルファで接してますから、うん、さっき高田先生が言った変形で、ここは A を忘れちゃダメですね。ここは今 A がついてますから。うん、A 倍の X-α の2乗の dx と。うん。で、同じように3分の A の X-α の3乗の αβ と。それは3分の A の β-α の3乗と。要は3分の A の幅の3乗と。うん。こんなふうに覚えておくといいかもしれませんね。なるほど。はい。で、これは実は当然、こう平行四辺形を引いたときのここが2対1になってます。これいいですね。実際、ここ、平行四辺形っていうのは、これかけるここですもんね、うん。なので、幅とここの高さですから。なので、ぜひ、ここも2対1っていうのを押さえておいてくださいね。はい。で、結構この斜めに接した時のここの面積なんかを求めるとかですね、まあ、結構よく出ますので、実際もう、ポイントは重解なので、こうやって変形できるんですね。うんうん、ここからこの積分をできるかどうかということです。で、これは本当に狙われますからね。この引き算しといて重解持つって、この形から積分の流れっていうのはもう本当に共通テストセンター試験では鉄板の変形なので、ぜひ押さえておいてください。はい。はい。じゃあまずは一つ目はこういうテーマでした。はい。